チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。Please like and subscribe. Thank you. We're going into your shooting. I kind of want to know what practice things that you do to get your shooting at this level, and what tips can you give, you know, athletes, even the young listeners as well. そうですね。まあシュートに関しては、まあすごく基礎な、多分そういうこういうことをやれっていうなマニュアル的なものはすごくいっぱいあると思うんですけど、まあ、僕がすごく大事にしてるのは、まあ今 NBA とかのすごくね、あのロングスリーだったりロゴスリーとか、そういう遠いところから打つっていうのがすごく流行ってはいると思うんですけど、まあ、僕の中でやっぱり近いところをまず、シュートをしていって、やはり近いところから徐々にウォーミングアップしていって、最終的にはスリーポイントとかそういう遠めのシュートを打つっていうことを、まあ本当に高校ぐらいから心がけていて、まあそれはなぜかっていうと、やっぱそのウォーミングアップ的にもそうですし、あとやっぱシュートを入れるっていうことをやっぱ自分の目で見るっていうことがすごく大事っていうか、ビジュアライズっていうんですけど、まあ、入ってるってことでやっぱ今日の調子がいいんだっていうことをやっぱ自分にあの頭に、なんていうんですかね、まあ、埋め込むっていうか、うん、そういうことでやっぱいい試合の時に、イメージができるかなと思います。 KJ, you go through a long warm-up process where you're like really shooting the ball high in the air, like just shooting it back to yourself. Is that what you're doing? Just visualizing, making shots, right?そうですね、あのウォーミングアップはまあ長くて、まあ、すごくいつも同じことしかやってないんですけど、まあ、その日の調子だったりとか、あとはやっぱボールの回転を見たりとか、あのちゃんとボールが飛んでるかなとかっていうのはすごくチェックしてますね。まあ、アイクみたいにすぐ、コートに出てきて他の選手となんかイチャイチャしたりとか、いきなりなんかフリースローを打ったりとか、そういうめちゃくちゃなウォーミングアップをしないからこそ、あのシュートパフォーマンスが上がってるんだと思います。That's why you can shoot. Yeah, that's true. I believe that.